はい、こんにちは、梅です。どうも。はい、クリスマスも終わりまして、またトゥデイが新しくなりましたので、紹介したいと思います。12月の26から31、1週間限定のトゥデイになりますね。表紙はトゥーンタウンのチップデールですね。珍しいですよね。そしてイベントがないトゥデイですので、表紙も結構シンプルですよね。まあ、標準服って感じ。ページ数もかなり少ない、かなりペラペラな内容のトゥデイになってます。じゃあ、中面紹介いきましょうか。最後には隠れミッキーの紹介もありますんで、ぜひ見てってください。では、中面紹介いきます。はい、中面紹介いきます。もういきなりもうショーパレスケジュール紹介なんですよね。それで、今、ワンマンも終わってしまったので、もうかなりスカスカなんだよね。ジャンボリミッキーと、昼のドリーミングアップと夜のイーパレで、パーティーグラ、花火と、こんだけしかないんですよね。で、ジャンボリミッキーは、今ね、1日2回やってます。で、ドリミは、1日1回と。イーパレもあるんですけども、大晦日はイーパレなしと。で、パーティーグラも1日5回あります。パーティーグラは全部抽選ですね。で、花火がありますと。で、花火も大晦日ないですね。で、大晦日はかなり変則です。大晦日はパーク18時閉園なのかな。で、ニューイヤーズイブってことで、特別チケットで運営するので、31日はですね、かなり短いです。で、かつですね、28、29、30の3ヶ月が年パ深日、年パ除外日っていうことで、パークの中は100%ワンデーさんのゲストだけなんですよね。なので、まあ普段とはちょっと変わった人の流れをしてたりしてますね。ワンマンも終わってしまったので、ちょっと寂しくなったね。でも、夜花火やるのはすごいと思ったな。はい、ランドのトゥデイこんな感じ。続けて裏面の広告ページの紹介いきます。はい。ランドルトゥデイ、続けて、裏面の広告ページです。今回4ページしかないから、スカスカだよね。表紙覗いたら3ページしかないんだよ。で、まあ、ジャンボリミッキーの紹介。なるほど、と。あえて言えば、この、スターツアーズのですね、はい、今のこのスペシャルバージョン。今やってる映画のこの、スカイウォーカーの夜明け。はい、このシーンが追加されたスペシャルバージョンが期間限定で登場と。ちょっと映画見てないのと、スターウォーズそれほど興味が実はないので、ちょっとあんまりわかんないんだよね。申し訳ない。はい、あとリゾートアプリの紹介とインフォメーションの紹介とありますね。なるほど。 はい、かなりスカスカです。はい。続けて中面のグッズ、フード紹介いきます。はい。12月26日からの1週間限定トゥデイの中面グッズ、フード紹介です。4ページ ×2 のこの縦長でもうスカスカなんですよね。ほんとスカスカ。じゃあ順番言いましょうか。一応カテゴリー別に分かれてますね。まずこの上はですね、この新年のグッズ、フード紹介なんですよね。まずこちら、新年のグッズ。そういや、こちら紹介、すいません、し忘れてましたね。申し訳ない。今回ほとんどこれスルーしてます。ちょっともし時間あったらやりたいと思います。でね、注目すべきはね、この D の生八つ橋なんですよね。こちらですね、12月の28日から発売なんですけど、28、29、30は年パ深日なので、ワンデーさんか、もしくは、ボンボヤージュで買うしかないんですよね。これは確か去年俺も食レポやったので、はい、生八つ橋もこれまた食レポしたいと思います。このね、ネズミのねの字のね、この筆で書いてあるの、このデザインいいですよね。めちゃめちゃ可愛い、凝ってます。はい。そしてこちらフードの紹介です。これ見てください。いつものマグカップなんですけど、お正月はね、湯飲みなんですよね。これはいい。柄がめちゃくちゃいい。何回かね、この湯飲み数瓶山は俺、買ったんだけども、
これいいよね。この今年の右右のこの着物柄ね。これこれ。これが湯飲みになってるので、これはめちゃくちゃいい。しかもさ、ムースなんだけど、ちょっと待って、これ白ごまムースとくるみつゼリーで、和のムースだったらこれ食べれそうだよね。はい。くるみつゼリーも絶対美味しいに決まってる。ランドはこれ19番だからどこで食べるんだ？これは、スイートハートカフェですね。他にも買えるとこあると思うんだけどもね、ちょっと調べてみます。あとはね、ホットユズジンジャードリンク。スーベニアのこのスリーブ付きですね。これもうまそうだよ。生姜ってちょっとピリ辛な感じがするんだろうな。そしてこれ、なんて言ってもこれ、きなこチュロス。きなこのフレーバー、いいね。やっぱり、前もさ、きなこのムースもあったんだけど、これきなこはありでしょう。これどこで買えるんだ？ 43 なので、パークサイドワゴンと、これからこれどこだ？ペコスビルカフェか。これはうまそうだな。はい、この辺気になりますよね。これ販売期間短いので、しかもこれなんてなくなり次第終了だからね。これは食べたいけど、年波深火でおりけないので、12月の31日までお預けです。悔しい。なくならないといいな。はい、続けてこちら、スターツアーズグッズ。これクールでいいよね。スターウォーズなんだけど、スターツアーズグッズってことね。このさ、ジュラルミンケースがなかなかね、これ、凝ってるよね。まあもちろんジュラルミンじゃないんだけど、なんかそれっぽいよね。これはめっちゃね、男の子向けというか、男性向けでデザインいいですよね。そしてこれはなんだ？年賀の新年のご挨拶にぴったり、美味しいお土産大集合と。なるほど。ちょっとこれ、はい。和のテイストのこのお菓子かな。これいいですね。こっちは和ではないんだけど、はい。パスタですね。なるほど。これはお土産に、ね、地方の方のお土産なんか喜ばれそうですよね。じゃあね、次、下行こうか。新しいタオルで気分一新。フェイスタオルの紹介。なるほど。そして、あったかかわいい防寒グッズと。この首に巻くね、マフラーと帽子がくっついたやつですね。これ、ニックとジュディも確かあったよね。売り切れたのかな？はい、防寒グッズ。はい、そして上行きまーす。これは、フードですね。はい、こちら、冬のメニュー始まりました。まずこれ、グランマサラですね。ビーフデミグラスソースのオムライス。絶対美味しい。そして、こちら見てください。牛カルビクッパー。これはめっちゃ気になるんだよね。これね、ホームページの写真はね、これ湯気がわざわざ描いてあるんだよね。クッパでは、クッパおそらくパーク初だと思うな。この下は、これは、プラザパビリオンレストランっぽいね。このお皿はね、66だから、そうだね、プラザパビリオンだね。そして、ハングルベアカレー。これは定番のカレーの紹介っぽいね。なんで、このニューってついたこの2つは要チェックですね。クッパ食べたい。はい、そしてこれ、気軽に食べれるボリューム満点フード。これもニューって書いてあるんで、新しいメニューですね。これはキャプテンフックスギャレーのピザだな。あとこれ、ダブルチーズバーガー。これは、トモテラだよね。トモテラ、トモテラ。はい、トモテラですね。ダブルチーズバーガーだよ。トモテラちょっと俺相性悪いんだけど。でもこれ、むちゃくちゃボリューミーだよね。ちょっと食べてみたい。そして俺が大好きなおにぎりサンド。これはウッドチャックですね。はい、そして牛カルビコーン。牛カルビコーンもね、中身の具がちょっと変わってたりするんだよね。これはガゼーボだな。はい、このニューのついたフードは気になりますね。はい、そしてこの下、スーベニア付きスナック。お、このラプンツェルのこのポップコーンランタン。これはね、一瞬売り切れましたけど、定番商品でずっと売ってくれてますね。これは嬉しいね。はい、あとはミニスナックケースね。このホーンテッドマンションいいよね。はい、そしてこちら、甘くて可愛い冬のスイーツと。これは、トルバトールタバンかな？キャプテンフックスギャレーの横のスイーツ屋さんだよね。だから、フック船長が入ってるね。これはクリッターサンデーだから、これはラケッティのラクーンサルーンですね。結構これボリュームあるんだよね。これね、
食後食べたらね、食べきれないぐらいの大ボリュームなんですよ。なので、皆さん心して食べてください。はい、そしてディーズディライト。去年和だったけどもね、今年は和じゃないんだね。はい、こんな感じです。はい、ランドのトゥデイ以上になります。ページ数少ないけど、なかなか盛りだくさんな感じがしましたね。はい、やっぱこのね、この和のデザートとこの湯飲み、これが一番気になったな。そしてこのきな粉のチュロスと、それからこのカルビクッパね、この3つはずっと絶対食べてみたいな。はい、皆さんぜひこれちら試してみてください。めっちゃいい感じです。はい、最後はですね、表紙の隠れミッキー紹介いきます。はい、12月26日からの手で表紙の隠れミッキー紹介いきます。これは簡単だね、もう見えちゃってます。めっちゃ簡単、いきます。ズズズズズー。はい、こちらにミッキーのシミシミわかんないけどはい、ついてますね。こちらになります。はい、以上12月26日からの限定トゥデイの紹介でした。ではでは。